現役技科大生に聞く第4回の今日は僕が所属しているボランティア部について紹介したいと思います。皆さんこんにちは。情報知能工学課程4年生の天野亮です。僕が技科大に入ったきっかけは2つありまして、実家から近いということと興味のある研究室があったからです。普通科高校出身なんですけど、技科大は高専生がとても多くて、普通科高校出身の僕からすると知らない世界を多く知ることができて、いろんなことを切磋琢磨して技術とかを磨いていけるところが魅力的だなというふうに思います。ボランティア部は主にブルーウォークというその表浜海岸を練り歩きながらゴミ拾いをしていく活動と、献血の呼びかけの活動、キャンパス内の清掃を主にやっております。地域のため、地球のために貢献していくということを目的にしています。ボランティア部の活動は他の大学の方々と一緒にやることが多くて、楽しみながらワイワイガヤガヤしながら活動するところが楽しくて、やりがい感じることはいろんな人に感謝されることがとてもやりがいを感じています。やっぱり縁の下の力持ちになりたい人がおすすめだと思います。私たちと一緒にいいことしませんか？ぜひボランティア部に参加してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。現役医科大生に聞くシリーズでは、現役医科大生の目線で様々な学生の情報や医科大の魅力を発信しています。この動画以外にもたくさん動画が上がっているので、ぜひこちらもご覧ください。ありがとうございました。